ちらの布は正方形です。縦かける横が同じ長さなんです。まあ正方形ですからね。今回チュラピンクさんの布を使います。こちらもそうだし、このドットもそう。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日は正方形の布で簡単な、ミニトートバッグ作ります。ミニトートバッグっていうか、バックインバッグにね、できるぐらいにしようと思います。バックインバッグ使いもしたいから、あのポケットもね作りますよ。材料は表布、裏布、持ち手とポケット用の布になります。表布と裏布は同サイズになります。サイズは 24cm×24cm です。表布に接着芯貼っています。ポケットは 24cm×28cm×28cm です。2枚用意していますよ。持ち手です。持ち手は 27cm×8cm×27cm×8cm です。裏にね、接着芯貼りました。貼らなくてもいいです。まずはね、持ち手から作ってください。中心に向かってね、折って紐状にします。まあ、今回の持ち手27センチにしていますけど、27センチじゃなくてもいいかなと思ったりもしています。ちょっとね、気持ち腕にかかるかかかんないかぐらいで、ミニバッグとして使うならこれぐらいの持ち手の長さがあった方がいいかなと思うんですね。中心4センチ4センチ8センチ開けて、持ち手を中表に仮縫いしていきます。持ち手の端5ミリ出しました。縫い代5ミリで仮縫いしてください。縫い代5ミリで仮縫いしていきますよ。縫えたら表布の中表に合わせて、そこを縫い代1センチで縫い合わせてくださいね。もう普通にトートバッグ作るだけなんで簡単です。縫い代を開いておいた方が作業しやすいので開いておきます。裏布はこんなね、ちょっと寄せてふっくらするポケットです。28センチの辺を合わせて、縫い代1センチで縫い合わせます。縫えたら、角カットしてください。重なりがね、気になる場合は角カットしてくださいね。気になる場合で大丈夫です。形を整えて袋口にする方縫い押さえます。縫い押さえなくてもまあいいですよ。下側から7センチのところにポケットの下側が来るように中心を合わせておきます。で、真ん中を縫い合わせます。まずは真ん中から縫い合わせてください。サイドを合わせてね、こんな風に中心に均等に布を寄せてポケットを縫っていきます。まあだいたい目分量でね、中心に向かって均等になってればまあいいですからね。普通のポケットにしてもいいですよ。で、ポケットを縫っていくんですが、サイドは縫い代5mm、そこはまあ 2-3mm のところ、布端から 2-3mm のところを縫ってください。ポケットね、あのバッグが完成するとそこから、1-2cm はね開きますからね。中表に合わせてそこを縫い合わせます。で、ここバーッと縫っちゃったんですけど、そこ縫い代 1cm で縫ったんですが、そこに返し口を作った方が作業しやすいかもしれません。トートバッグの形にしていきます。袋口を縫い代 1cm で縫い合わせてくださいね。縫い代 1cm です。仮縫いは縫い代 5mm のことが多いんですけど、まあ、縫い代はね 1cm にしています。布の向きを変えてサイドを縫い合わせますが、布端から9センチは縫わないでください。表布だけ布端から9センチは、縫わないでください。で、サイドに返し口を作る場合は、裏布のサイドも縫わないでください。おすすめはね、そこに返し口を作ることです。サイドを縫う際、縫い代は表布側にね倒します。ちょっとね、あのそこに返し口があった方がいいなと思ったので、サイドに返し口を作らないで、そこほどきました。ね、
まあね、ほどけばなんとかなります。表布側、縫わなかった9センチを利用してまちを作っていきます。そこを縫い合わせた中心と9センチのところを合わせて表布を折り込みました。この間に表布を挟むんですね。で、表布の両方とも挟みますよ。両方とも挟むと筒状になります。向こう側見えますね。縫えてないところがあるので、縫えていないところを縫い代1センチで縫いつないでくださいね。で、そこに返し口を作った場合はそこから表に返します。サイドにね、返し口作ってもいいんですけど、ポケットのところがね、重なってちょっとね、縫いにくいかと思うんですね。返し口、手縫いでもいいですよ。私はざっとミシンでね、閉じちゃいました。ミシンでもいいですからね。裏布のまちはこうね、折り込みまちになっています。まち、普通に作る際はまちを8センチで作ってくださいね。表にすると三角のまちができています。こう三角のまちはやっぱり、ね、ちょっと動いたりはするので簡単なんですけどね、8センチのまちをね、表布と裏布作ってもいいです。あとちょっとで、ね、完成ですからね。袋口の形を整えてぐるっと縫い押さえます。まあ端から 2-3 ミリのところをぐるぐるっと縫い押さえてください。できました。完成ね。あーはい、あっという間にできます。まあもう難しいとこはね、そんなないですからね。中側にね、作るとこうちょっとね、物が入りやすいようにゆとりのポケットができます。だからこのサイズなのでね、バックインバッグとしてね、使いやすいかと思うんです。いい感じですよね。で、ポケットがもうちょっと気持ち上でもいいですね。そこにね、ぴったりにしちゃうとそこに荷物が溜まりすぎちゃうので、ちょっと上目にポケットをつけてもいいです。バックインバッグとして使う際にボタンもあってもいいかなとね、思ったりもしているんですね。ボタンつける際はポケットをあんまり上にしすぎるとね、ボタンと干渉しちゃうので、アレンジする際はお気をつけくださいませ。ボタンはお好みでつけてください。後からね、打ち付ければいいです。なくてもいいような気がします。まあ好みですね。まち、作る際は8センチでお作りください。アレンジいろいろ加えてみてくださいね。皆さんもぜひ一度作ってみてください。本好評発売中です。見てみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。手芸ウェブサイト三浦テールでエッセイ連載しています。見てくださいね。 X や Instagram のアカウントもあります。うさんこチャンネルでチェックしてみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね。バイバイ。